邪魔だ。消えろ。聞こえんのか。実はな、街道が通行止めでこっちへ回ったんだが、道に迷ってさ。柿尾の宿はどっちか教えてもらえんか。ひでえな。消えろと言ったはずだ。無駄よ。邪魔者を消してからゆっくりなぶり殺してやる。どうした、さっさと逃げればよかったと後悔してる顔だな。いや、ちょっと考えてた。あんたの体のことをな。その体、全部が岩みてえに硬いってわけじゃねえよな。急げ。ひどいざまだな。だが深追いは無用。やつを殺す。許さぬ。我らの使命を忘れるな。私の命令は玄馬殿の命令と思っていただく。よいな。引き上げるぞ。何なんだ、さっきのやつは。まあいい、二度と会いたくねえやつだしな。礼を言っておく。私は甲賀組の陽炎。俺は十兵衛、騎馬神十兵衛。お前大丈夫か。心配は無用だ。柿尾の宿は西だ。ここで別れる。違う、サンズの川はこっちだ。いって、もう気が済んだろう。これでお合子にしよう。まだ帳尻が合わん。そら殺生だ。第一、このままやりゃどっちかが死ぬことになっちまう。どっちか、お互い殺し合うほどの理由はねえ。ここらでやめとくのが手だ。おざけだ。技を使う。だがこの体には通じぬらしいな。
どうした化け物、自慢のお肌にガタが来てるぜ。居合の立ち筋が風を裂き、かまいたちのように敵を断ち切るとはな。お主の敵ではない、わしと手を組まぬか。このような連中を相手にするにはぜひともその腕が必要じゃ。冗談言うな。これ以上化け物の相手はごめんだ。